ACL と SAL の幹線。後に CSX の A 線、S 線となる。SCL の M-6 系、カブース。シーボードコースとライン鉄道は1967年から1982年にかけてアメリカ合衆国に存在した鉄道事業者である。本校では SCL の象形者であるシーボードシステム鉄道についても述べる。 1967年7月1日、シーボードエアライン鉄道とアトランティックコーストライン鉄道が合併し、シーボードコーストライン鉄道が設立された。合併時点での路線延長は約1万マイル、従業員数は2万3千人を数えた。1969年、持ち株会社シーボードコーストラインインダストリーが設立され、その参加に入った。 SCI は1971年にルイビルナッシュビル鉄道を買収し、SCL と合わせてファミリーラインと呼ばれる鉄道網を形成した。この間に両鉄道は同じ塗装パターンを採用したが、運営はそれぞれ独立して行われた。1980年、持ち株会社 SCI はチェサピークオハイオ鉄道や、 ボルチモアハイオ鉄道の持株会社であったチェシーシステムと合併し持株会社 CSX コーポレーションとなったこの時点でも各鉄道会社の運営は独立して行われていた1982年12月29日 SCL と L&N は合併しシーボードシステム鉄道となった 1980年代にはもともとチェシーシステムが保有していた鉄道会社が合併を繰り返したが、その間、1986年7月1日には SBD が CSX トランスポーテーションと改名。後に、元チェシーシステム傘下の鉄道がそこに加わり、現在の持ち株会社イコール CSX コーポレーション。 鉄道イコール CSX トランスポーテーションという関係に整理された。SCL は1970年からジューストレインと呼ばれる貨物列車を運行していた。これはトロピカーナのフレッシュオレンジジュースを運ぶもので、一編成すべてにジュースが積まれたその総量は100万ガロンにもなり、1マイルもの長さとなった。フロリダ州。 ブレーデントンとニュージャージー州カーニーとの間を一週間に一往復していた。今日では SCL の証券者である CSX が CSX ジューストレインを運行している。腐敗しやすい荷物を高効率で輸送する現代の鉄道貨物輸送の恒例とされ、その輸送効率の高さにおいて賞を受けた。ありがとうございます。